鮭がね、なぜあんなに小さな稚魚から大きな海を旅して、なぜふるさとに死に帰ってくるのか、最後なんでこの土地で死にたいのか、それは誰も解き明かした学者さんがいないんですよ。あれほどの生きるんだ生きるんだって鮭たちが最後死に行くために生きる力を出すっていうのは、やっぱあれはどんなアーティストもかなわないぐらいのすごいパワーなんですよね。Hello, my name is Michael Preston. I come from the Winnetka-Wintun tribe. I'm grateful to be here. I just sent my allegiances to my people and my spirits back home. Introduce myself to your spirits and to the land and to your people here and all the deities and all the good things that are from this land and this fire and the water spirits from here. And just wanted to...ウィネメンウィントゥー族はカリフォルニアのシャスタ山麓を流れる川の流域に住まう先住民です。彼らはシャスタ山から生まれ出たと言い伝えられる部族で、人類起源の時からその水と聖地を守っています。ダムの開発などから土地を守り、そこに住まうサーモンを保護する活動に力を入れています。今回その部族の若きリーダーであるポムが来日し、サーモンでつながる北海道の地へ、ご縁のあったアイヌのアーティストに会うために訪れました。ポムはバークレー大学を卒業後、サーモンを取り戻す活動やダンサーやアーティストとして部族での活動に力を注いできました。彼の母親であるカリーンはそのウィネメン・ウィントゥー族の酋長です。彼らは部族の中で尊敬され慕われているだけでなく、アメリカ先住民全体におけるリーダー的存在でもあります。現在ポムは部族という枠を超え、カリフォルニアにあるシリコンバレーの一流企業や研究者らと共同し、先住民の英知とテクノロジーを学ぶ大学の設立など、アメリカにおいて分断されてきた世界を統合するための動きの中でキーパーソンとして活躍しています。すごくテーマを持ってるんですよ、先住民っていうのは、うん、テーマが発揮できないでこの世にくすぶってるわけ。その素晴らしいテーマを発揮できた時にはやっぱりすごい力で世界が動いていくと思いますけど、やっぱ先住民の哲学や持ってる哲学や、世界中の人たちがこの大地の個性と生きてきた人たちがこの大地を通じて語るスピリットっていうのは大事なことだと俺は思うね。お金で買えないから、そこに行かないと人間って安心できないと思うんですよ。今回ご縁をいただいたお二人もアーティストとして活躍されながら現代社会の中で葛藤していき、その中で自分たちの部族を超え地球の未来を考えて行動してきた方々でした。そうしたお二人からこれからの地球について先住民という立場からのメッセージをお聞きし、新しいテクノロジーがもたらす可能性について語り合いました。僕らはもともと先住民というのは現実的な狩りの世界と、それを日常的にやる世界と、もう一つ神話っていう世界、そこは自由に行き来ができたんです。自分たちが狩りで毎日命とのやり取りをしたりっていうことだけだったら多分残酷になってしまうんだけど、一方では自然の中を思うための物語を伝え続けるんです。ストーリーテイラーっていうのはものすごく物語に引き込む力があって、ものすごく伝える言葉を持ってて、人間ってものすごく想像力の生き物だから、その2つダブル世界があるからこそみんな先住民なんですよね。あるエルダーの女性が言ってたけど、私たちの
過去にアートがあり、私たちの横にアートがあり、うん、私たちの未来にアートがある、うん、っていう言葉を教わったことがあって、うんうん、まさにもう私たち人間は日本人なら人間って人の間って書くでしょ、うん、実はもう一つここに人がいる、うん、いつもここでトラブル、うん、でもここの中に優しい気持ちや例えば困った時の助けてくれる神話が存在すれば、うんうん、人はずっと続いていくんですよ、うんうん、と僕は考えない、僕の考え方だから、うんうん、お父さんたちお母さんたちは先住民が先住民らしく過ごせた時代を おじいさんたちは過ごしたことでも僕ら世代は多分お父さんぐらいの世代だと思うけど現実と向き合わなきゃならなかった、うん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 、いつも攻撃されなきゃいけないという怯えも持っていた、うん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 、それでも子供たちというのは、うんうん、僕の子供たちもそうだけど、うんうんうん、今度は普段の先住民らしいことはできなかったとしても、うんうんうん、間に入ってその素晴らしさをアピールすることができるんです、うんうんうん、でそのアピールに気づくってことは自分が勉強してたら必ず気づいていくんですよ、うんうん、誰から教わることよりも、うんうん、自分で見えたものの方の偉大さっていうのは、うんうんうん、多分アーティストが分かってるはず、うんうんうん、アニョが自分の音楽に目覚めつつあるんですよ、うん、セレモニーっていう、あの、いう言葉あるけどお祭りですね。それは自分たちのエネルギーを採掘するために踊ってほしいわけ。さっき素晴らしいね、うん、ファイヤーのスローとか、うん、コッ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 コ、うん、ああいうふうに自分の踊りっていうのできるわけですよ、ね、うん、そういうものを通じて動いていくっていうのは私非常に魅力なんだと思ってますね、うん、そうですね。昔日本の人たちって縄文人を野蛮なものだと捉えていたのっていうのが、うん、その最近ちょっと誤解が解けてきて縄文って素晴らしい時代だったんだって気づく人が増えてきた。それはそのみんなのなんかこう理解のこう感性が上がってきてスピリチュアリティを理解できるようになってきたからこ そういうセレモニーをしていたっていうことだったり、その命を大事にしていたからこそ狩りをリアルをその体験することを通して命と向き合ってきたっていう、なんかその2つの世界を見る。いやいや、そうですよ。だから、うん、みんなベースはみんな先住民でしょ、うん、で縄文のあの土器を見てください。神じゃないのに、あんなに火炎土器とか、あんなアート使いにくい、器だったら使いにくいですでもやっぱりそれは誰に向けてのアートなのかといったら神なんですよね。だからみんな神話性を持ちながらそれを考えていた時代がちゃんとある。だからその頃ではさっき言った通り日常は狩りですよ。命取られるかもしれないような狩りの、うん、繰り返しの中でそれでもこれを与えてくれる恵みを与えてくれる存在がいるんだってことに対してのアートなんだと思います。じゃなかったら日本人こんなに優しくないと思う。アートや文化の力でその愛の人たちの、復興していきたいと。でもその先にはこの地球を守りたいっていうこの北海道の、ね、大地を守りたいっていう思いがすごくあるように感じていて、そこではすごくこう僕自身も共感しますし、何か一緒にやりたいなっていう気持ちになるんですよ。だからそこでやっぱりつながれる人たちってのはたくさんいると思うので、なんかこうみんなで同じ方向を向いてこの地球を守っていくっていうことができると思うので、we're just here. I'm here just to be a representative of the Salmon people and Salmon nations, as well as the indigenous people that are standing up for this way of life to reintegrate it into the rest of society, and it leads us into political movements and like.Issues for land, but it's mostly a spiritual thing that we look at it from. But we engage in politics too, and we engage the United States government, and we engage the state government, and we engage Christianity. Anybody who's big agricultural businesses and capitalism, we engage everybody. The science related things, anything and everything that stands in the way of the sound returning, and who has an opinion about it, but.Mostly to talk about it from a prophetic standpoint. Mostly why I'm here is to see how we can collaborate in a way, a big way, actually. There's like two different
things that are happening simultaneously. There's our indigenous revitalization, which is our ceremonial roundhouse dances that were prayers that are for the sun and for the waters, for the fires, and that's how we're, that's how I feel like I really relate and want, how I really want to engage in and through like ceremonial fires with people and like who the spirits are, the spirits that are here and like that way. But then there's this other one that's okay, that's new and that's technology based, and we have the cameras and we have our phones and stuff, and we have the trains that we, planes that we use to get here, and like how we integrate into regular society with moving forward. And so how, is there a merge between that? And if there is, what, where, how does it work? Mm-hmm. Like where, how far do we go? Mm-hmm. What do we talk about inside of this technology world? And I'm an artist myself, and so I use art to talk for me. Mm-hmm. And this new technology is a way to spread it further and to spread mm-hmm. our messages and our stories mm-hmm. to vast audiences around the world so that they can support mm-hmm. us, unheard people. Until recently, the songs and dances of our tribes remained private, protected within our community. Yet facing a growing sense of urgency, our tribal leaders believe it's time to divulge select pieces of this indigenous knowledge. Our aim is to dismantle this wisdom, ensuring it's not exploited for external business or interests. The question arises, how can we globally share this knowledge while safeguarding its integrity? More importantly, how can we ensure that the benefits derived from this wisdom are rightfully directed back to the indigenous communities, the lands, and the waters? In pursuit of a solution, we are exploring the potential of cutting-edge technology, specifically blockchain. This innovative approach could offer a secure method to preserve and share our precious cultural heritage. The people, though, we basically want to create different worlds. Mine's just one. I'm just from one world, Mount Shasta area. But we want to tell the world here, mm-hmm. and the artists are the ones that are telling the story. We want the real people telling the story. And so basically that's what I would ask, mm-hmm. if you would want to be a part of it somehow, not to necessarily eventually to create a world, yes, but like we could just make a platform. We're just making a platform where you can even sell your art, so you don't have to like mm-hmm. take these random jobs, because that's what I don't want to take random jobs. Yeah. So I'm making this for myself too, so I can just have this thing, so I can just like funnel everything I do mm-hmm. through it. Some of the things that are similar is the salmon is all the way California, Oregon, Alaska, Japan, Russia, New Zealand, everywhere. The similarity part of it, and like that's where we can unite people through artistry, basically. Mm-hmm. And the artists are the ones are the real storytellers right now. Roji koto de nage boku ga de aru no ka to ittara, アートって人の間に入れるんですよ。現実的な問題で先住民がいるとかいないとか、アイヌがいないとかって、未だにネットの中ではそのリアルを追い続けてる人たちが多いんだけど、でもそれを関係なく考えられる場所がアートだったり、まあ、例えば歌だったりダンスだったり、そこは誰もが踏み込めないんですよね、現実を持って。でもそれこそが力であって、僕らがアートを失ってしまったら、多分僕ら自体がなくなる。だから僕らにとっては必要なものはアートなんです。で、一番大事なのは、先住民って特別な人間ではなくて、実はみんな人間が、みんな同じように神話を持ち、リアルを生きて、神話を持ち、リアルを生きて、それを長く持っていたのは、僕ら先住民たちの人です。君のやろうとしてるのは正しいと思います。So what he thinks what you're doing is very, very good. すっごいことだと気づきましたけど、これがね、日本のアイヌのね、若い人たちの心を動かしてくれるとね、素晴らしいテーマなんだけどね。ここにはね、先住民は来てるんですよ、ここに。でもこういうテーマでやりましょうと。いうとこまで行ってないで、自分たちの発表するとか、それで私たちのアイヌの発表するとか、それで終わってんだけど、これはつながろうというすごいテーマがあるんです。これはね、本当に新鮮です。この半世紀はね、私たち全てを奪われてると同じ。もうなくなりかけてる時に、ポチポチとハーフの
アイヌとアジのハーフの男たち人たちがポチポチと名前を上げてきてる、うん、これはすごいことなんだね、うん、その手伝ってくださいって言ったら悪いけど、うん、手伝ってくださって一緒にやろうじゃないかっていう考えでやっていただきたいと思う。No, no, this is, I feel like this, I'm part of you people too. Like, I care about you like the way I care about my people. Like, I care about the Maori people like I care about my people. Like, my indigenous. ものすごく伝わりますよ。ただ僕にはそのテクニックがよく分かってない部分が多いから勘違いもあるかもしれませんが、でも大いにやってほしいと思う。それは僕の子供たちにも君らがもし成功したとしたらそこに行けるから、うん、ぜひともやってほしいと思います。僕は不器用だけど上の世代にね、でも同じです。分かち合えるものがあるのも、うん、そうですね、嬉しい、ありがとうございました。